埼玉県にも美しい桜の川があります。生きてるサンマ、ほんと美しい。親戚の集まりで全員が寿司を買ってきた結果、秘宝マイクラ軍事部勢さん、6年間兵器だけを作り続けた結果、建築力に異常な偏りができてしまう。マジで栗山監督すげえよな。勝負感の冴える采配、ヌートバー招集した眼力、大谷翔平とダルビッシュ口説き落とした人間力、もう本当に発言がたまに気持ち悪いくらいしか欠点がない。何？京都大学の初回授業、愛知にある藤棚が幻想的でした。ネギ育てるときそういうテンションなの？カカオの恵み 72% の空箱で工作しました。何？担当者が頑張って戻しますの愛おしさよ。これほんとじわる。医学部行った友達おもろい。クレカの請求額が明らかにおかしいので明細を確認したら驚くべきことが判明しました。全ての詳細に覚えがあるのです。総額には覚えがないのに個々の明細は心当たりがあるのです。恐ろしいですね。渋谷区ともなると落書きのレベルも高いな。速攻が光ってたんだけど、どうしよう。隣の住人がって叫んでるから負けじとって叫んだらって倍になって帰ってきた。友達のストーリーおもろすぎる。本当に海みたい。電子マネーだと平気で 2,3,000 円使っちゃうから、野口英世が泣きながらビリビリに引き裂かれていくエフェクトとかスマホ画面に出してほしい。プリン冷やし終わってみたらフォーク取り忘れててくさ。中1のメイが成人向けコンテンツって何？選挙とかって聞いてきたのでめちゃくちゃ純粋で感動してしまった。闇落ちしたヤスコ。いいえ。勝ったとでも思ったか。俺の飛車は加速する。やばい、待って！すごい石拾っちゃった。めっちゃいい肉が落ちてるのかと思いきやタオルやった。なに？部屋掃除してたらガチで中見たくないノート出てきた。ゴールデンウィークは誰かの犠牲で支えられている。 SNS やってるとたまにあるやつ。真心？何？会社に新しいパソコンあった。美容院のお兄さんと気が合いすぎて毎回おしゃべりが盛り上がってしまうんですけど、もう今日はついに笑いすぎて切れないという時間が発生した。もう次回は肩を組んで歌い出すかもしれない。